ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。木を植えてます。木は、ボンドでつけて、段ボールで支えてます。ポケモンのトレーニングコートを作りました。ポケモンは、ダイマックス化しています。このポケモンはなんて名前でしょうか？ポケモン指人形があったので、置いてみました。この黄色の車両は、国鉄ソ80型貨車です。ソ80は、今、北海道にある三笠鉄道記念館に博物館入りしています。このソ80は、ブームカッコアームみたいなところカッコ閉じがまっすぐなので、後期型です。クレーンが、ぐるぐる回るんですよ。かっこいいでしょう。実際に、活躍したかどうかは不明です。電車が脱線転覆した時に、使う特殊車両です。あやつ従車って言います。ソ80はもうないけど、後輩に当たるあやつ従車は、こないだの品川駅線路切り替え工事で、スーパービートルという車両が活躍しました。ソ80は65トン、スーパービートルは64トンまで持ち上げることができます。かっこいい。ご視聴ありがとうございました。